よっさんです。吉野家で牛すき鍋膳を食べよう。早速行きたいと思います。はい、吉野家に到着。これです。ありました。注文しましょう。どん、来ました。うまそう。卵もご飯もおかわり自由。これはコスパ良すぎでしょう。鍋がグツグツ煮立っている。うまそうなお肉、おうどん、野菜たちもたっぷり入っている。すき焼きダレのいい香りがします。溶いた卵にまずはお肉をダイブ。間違いない。次はお肉を米の上にバウンド。飯が進む。煮込まれたネギは柔らかくてうまい。次は豆腐をいただこう。そしてうどん。すき焼きのうどんはうまい。卵の絡めた肉はご飯にめちゃくちゃ合う。ご飯おかわりは間違いない。くたくたになった野菜も味が染み込んでいてうまい。鍋に火がついているので次は溶き卵にして入れてみよう。それをご飯の上にかければ丼の完成。紅生姜も忘れてはいけない。それを胃袋に流し込んでいく。いろんな食べ方を楽しめる牛すき鍋膳は最強。もちろんおかわり。次の食べ方は卵かけご飯。醤油を適量垂らして混ぜる。それを一気に流し込む。そこに適量牛すきの出汁を入れる。これも間違いない。鍋はうまいだけではなく、あったまるし野菜も取れるし、最強の食べ物。ひたすらに食べ続ける。はい、ラスト一口。腹いっぱい。チャンネル登録よろしくお願いします。